正雲三流大寺は、岐阜県関市下内にある、総当州の寺院で、三号は、正雲山。欧恵十四年に、西条寺解山、両安、恵明の法師である、無国へ通るにより開かれる。その後、法師である月光正さが法頭を継いだ。干渉三年月、郷馬さ文が自弱した後、十字となった、花創生学は、 干渉5年にランを整備し広く法を解いて寺勢は流成した。文明6年には足利義直が荘園を寄進して、次号を現在のものに改め、花創生学を解散第一世とした。天文4年後世十時の乱女聖画の第二陛下に焼かれてランが失われ、戦国時代には寺勢は衰えた。慶安元年十八世十時朝礼聖鎮の第二、 徳川家光より、主因地を賜り、さらに総六師の地位を得た。花創生学の法師、絶賀おるそうい、海安妙喜び、大林正通りの三寺はそれぞれ、長野県大町市の大沢寺、栃木県の大平山大中寺及び、群馬県の青達山も隣人の解山となり、これらの寺は、竜大寺の末寺であった。この他著名な末寺に、 東京都の一万松山泉学寺があり、五百を超える松字を持つ大前札であった。境内には本堂や栗のほか赤く塗られた草門や郷堂がある。また、境内地には竜が池という池がある。かつては現在より広く竜が住んでいたが、死に臨んで十字より陰道を受け寺の仕事になったと伝えられている。ありがとうございます。